相談大学3年生さん、20代男性。僕は2000年生まれの大学3年生なのですが、新エヴァを鑑賞し、岡田さんや批評家の東弘樹さんの好評を見たことで、アニメとアニメ批評の魅力にハマってしまい、現在毎日のように先生の動画を見ています。そこで質問ですが、今後僕のような21世紀生まれの人間が、いや、西暦2000年生まれだったら20世紀生まれです。<laughs> 21, 世紀21世紀生まれの人間がエヴァのような大作に巡り合う機会は来るでしょうかまた21世紀生まれの人間から、あれほどの作品を作 作れれるるよううな人間は生まれるのでしょうか宮崎駿や安奈秀明といった巨匠と生きた時代があまりにも違う私たちの世代がどのような作品を作るのかというビジョンがあんまり湧かないので岡田さんのご意見を伺いたいですということであのこれね正直言ってそのアニメとかゲームでは難しいんですよ本当にアニメとかゲームではその20世紀生まれの人の活躍の場ってあんまりないと思いますなんでかっていうと人間っていうのはそのそのメディアの青春期というかですね 大転換期みたいなのがあるじゃないですか。だからアニメーションだったらですね、まずテレビアニメの鉄のアトムがあって、1960年代の終わりですよね。マジンガー Z があって、1970年代の初め。で、宇宙戦艦ヤマトがあって、機動戦士ガンダムがあって、1970年代の終わりですね。で、えー、エヴァンゲリオンって1980年から90年ぐらいの作品。このあたりってアニメの青春期なんですよ。で、あのー、 その青春期にやっぱり一緒に育った人間でないと、そのジャンルっていうのはですね、活性化させることがなかなか難しいんですね。あの例外ありますよ。漫画みたいに本当にどこが黄金期かわかんないような永遠続いてるようなもの、ミステリー小説とか漫画とか、そういうものは、あの、関係ないんですけども、アニメとかですね、ゲームみたいに、そのものすごいブームが 来るようなものっていうのは、そのジャンルの黄金期、青春期をですね、体験した人間ないとなかなかそれを超えるような作品っていうのは作れないと僕は思ってます。なので、あの、大学3年生さんは、西暦2000年生まれなんだったら、YouTube とかインスタとか TikTok とか、そのスマホを使ったもの、もしくはビジネスモデルですね。そういうふうなものを、 作品だと思ってですね、自分のメディアとしてですね、えー、探すのがいいんじゃないのかというふうに思います。でないと、こういうですね、過去に黄金時代があって、現在があるようなものを見て、ずっとコンプレックス持っててもあんまり楽しくないと思います。えー、お疲れ様でした。岡田と一緒に見てくれてありがとうございます。毎晩大体夜の7時ぐらいに動画を配信していますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。